レオンです。今回は BOCW ニュークジャック24分の7のニュークタウンのドミネーションで遊んでみたいと思います。はい、ラブルド今レベル149プレステージ17でもうちょいでプレステージレベル150でプレステージ18回してますね。今回もこの大和田のクラス ZRG20mm 久しぶりにストリートイーパースティムショットスモルトフトロフィーシステムクラスで暴れてみたいと思います。はい、ラブルドこの今ねダブルXP とあと念願のめったにやらないダブル武器 XP が実装されてますね。あ、やられた。だからねスナイパーライフル今回でちょっとレベル上げやっていくんでこれいるんじゃないの。確認せず撃たないで。ここで湧いてないか。湧いてるな。これもチャレンジもあるからさ。あ、上にいるな。ここにいるな。お前もジャックかるか。ここだな。あ、いたか。ジャックかるのチャレンジがあるんですよ。2種類のうちも1種類は終わらせたけどね。トロフィーを起動した。最近右側からもよく来るからね。スナイパーライフルを切るもちょっとやりたいんで。あ、あ、ダメだ。ブラボーがちょっとヤバいことになってますけど。俺スナイパーライフルのこのチャレンプラスでハードポイントニュークタウンのハードポイントでね40キル超えたんですよ。もう慣れてますこれ。味方がね目の前にいるとちょっとやりにくいね。なんかできたら離れてた方がいい。ちょレベル上げちょっとダブル武器 XP だからいないか。あ、いないか。ちょっといるな。これゼロ距離のやつ近距離射撃のやつちょっとやっていくんですよ。やっていってるんでショットガンで。お、明星解除したポリシア。でかいよポリシア。一番大きなあれなんで。ダブル武器 XP だからね。これも今レベルZRG20mm もレベル結構上がってるんですよ。44まで上がってますね。よし、結構上手くなってるんでしょね。結構キルできるようになってるよ。アタッチメントが多くついてるからっちゅうのもあるんですよ。チャレンジもあるけどやっぱりスナイパーライフルで近距離の敵はちょっと難しいんでショットガンとかあった方がいい。安心なんで本当ランチャーの方がいいんですけど。あっというね。だから味方がこうやっていると嫌なんだよ俺。どうせやられるでしょ。あ、スティムショットで体力回復して。あ、やった。ダメだな。接戦ですね。よし、ダブル武器 XP 本当にめったにやらないから、もうスナイパーライフルめっちゃレベル上げやるんで。右側にもいるのいないか。今回はここで向こうにいるからいいんですよ。キルできるんでやりやすいから。あ、もっとよく見てっていうのなんか終わったな。よしよし、セントリーはちょっとコアに出していくかな。あ、スティムショットがないのか。よし、あ、結構15キルやってるな。向こうにティキさん現れるからいいっすね。俺ここでキルやるんでいつも。めっちゃやりやすいんでここ。
多分ここがやりやすいんじゃないですかね。やりやすいと思うんですよ、ニュークタウンは。行き止めのやつもあるんだけど、どっち見えない。警戒してるな、完全に。よっしゃ、17キルやってる。あー、やれた。結構キルができてますね。ここもいいけど、反対側の方がいいっすかね。あー、17キル、悪くないね。ベストプレー俺じゃない。あ、違うか、敵だこれ。33キルやってるか。10キルの位置ですよ。これで多分レベル150になってプレステージ18回せると思うんですけどね。はい、保安が守るぞ。目標のダッシュを始める。トロフィーも出せるようになったんで。敵のセントリーターレットを検知した。ちょっとこれ隠れとこう、念のために。敵がアルファを確保、チャーリー確保。あ、また、ちょっと微妙っすね。今やらない方がいいっすよ。あー、やられた。これもアーマー、ここでちょっと出そうから。セントリー、あのセントリー出すときはトロフィーとセットがいいっすね。誰もアーマーやろ。スナイパー、B がちょっとやばいのか。いるね。あ、マウンテンデューだ。気づかなかった。多分 B 取りに来ると思うんで、敵が。ここも結構いいっすよ。敵の偵察機が接近。敵が。よしよし。トロフィーが守ってくれるから。敵スナイパー。あ、これのやめ、本当に女をやった、女をやった。センチュリーちょっと破壊されて、でも活躍したからね。いい、よしよし。おやすみ、おやすみ。あ、ここにいるのか。クラッシュバンを捉えて。あ、今回プロジェクトしてるからね。右にいっぱいいるな。あ、襲ってくるな、これ多分。敵が B 取りに来ないけど、もうそろそろ B 取りに来ると思うんで。危ね、あんなやるめ、本当に。22キル。上空に敵のカウンター偵察機。これ燃やしといて、あー、いたか。シーを失った。何やこれ、これ。ちょっと、敵にトロフィーシステムが破壊された。 AKKB は取ってないのか、まだ。右側からなんか来そうな気もするんだけど。キルができなくなってるな。敵のセントリーターレットが可能。モロトフを投げる。 B 取ってねえ。あ、キルが。今回珍しくトロフィーやってねえな。 B を占拠。あの、いつもあのスモークとか炊くんだけど、キルができなくなってる。あ、またショットガンいる。ショットガンじゃない。あ、ショットいるな、敵近くに。でよ、いいを失った。チャーリーが崩壊し、シーを占拠。あー、うまくなりやってるな。厄介だよな、これ。
ダメダメだ。キルできなくなってる。危ない。負けるなこれ。チャーリーを失うぞ。アトロフィーやってるのか。上空に敵の偵察機。敵が出なくなってるな。敵は攻撃の照準を行っている。キル完了。攻撃落とされそうだな。大丈夫だった。息止めちょっとやって、キルやらないといけないけど迷彩が進まないんで。モロトフを放る。アトロフィーやってるな。オンライン。あ、味方かこれ。敵と思った。出てこないですね。あ、いたいたいた。あれ、あーダメだ。キルができなくなってる。巡航ミサイルが接近。危ない。24キロ。終わりだな、もう。敵のハープが接近。終わりだ、終わり。負けるからね。負けだから、ちょっと。XP も少ないんだよな。負けてるな。多分入らない。そうだろうな。あ、150なってるぜ。おかしいな。最初なんか150ってなってたけど、多分この試合で150になってるんじゃないかな。迷彩も解除してるからに昇格してると思うんですけどね。やったぜ。おお、ギリギリっすね。やったぜ。あれ出た。プレステージ18、ステッカーとエンブレム、プレステージキー、ティアスキップ。やったぜ。取るから。プレステージ18、やったね。ステッカーとエンブレム、プレステージキー、ティアスキップ、迷彩、ポリシアル迷彩解除。これは、ワンショットワンキルのやつじゃないかな、多分。シーズン4のチャレンジ完了ですね。もっとよく見てってやつ。あー、そうか。ティア2になってるんだな。ストームで、ニュークターン、あー、違うな。ニュークジャック24分の7の、ニュークターンのドミネーションの試合で、このプレステージ、レベル、150に上がって、プレステージね、18になりました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。